はい、面白いことでございます。今日なんですけれども、画面見ていただければと思うんですが、カゴタスのガチャなんですけども、カゴタス欲しいよ。カゴタスくん、はい、こんばんは。欲しいのはキーパーサリーナス。今サリーナス映ってる、今サリーナス映ってる。サリーナスいるからいいんじゃないの。サリーナス、これじゃない、これじゃない。サリーナスとリバウールが欲しいですね。リバウールとサリーナス両方取りするまで終わりません。終わりません。トーマさんにも来てもらってます。トーマさんこんばんは。はい、こんばんは。トーマさんどうですか、このドリームフェス3人。あ、でもミスギくん、トーマさんワンチャン欲しいと言ってたね、前ね。あー、ミスギリバウルどっち取れても嬉しいんじゃないですか。はい、狙うんすか、トーマさんを。うん、まあ特に狙う予定ないですけど。予定ない夢玉がたまれば、もしかしたらちょっと回すかもしれないですね。はい、なるほど。じゃあ、カゴタス、じゃあ早速行ってみよう。行っちゃっていいですか。いや、だってもうやりたくてしょうがなかったんでしょ。あ、もう待ってましたよ。夢玉の数が866個っていう、すごいですね。今回は天井行かずに行けるか。ねえ、とりあえず、はい、レビンで痛い目見てるんで。あれ、天井行くためには夢玉何個必要なんですか。1500個です。ああ、じゃあ今足りてないですね。足りてない。取れなかったら補充してくるらしい。補充スタイルなんですね、これは。そうそうそう、一回収録を止める感じになると思います。じゃあ行ってみよう。じゃあ、はい、じゃあ早速充電から行きます。これ映ってるの、ちゃんと。まあでもなんとなく映像の方が遅い感じしますね。あー、真っ暗になった。何ですか。僕は見えてます。何は飛んだか分からん、何が飛んだか分かんなかった俺。3は当ててダメです。縛らないんで。まあ音の方が早く来る感じです。音の方が早いですね、結果よりね。これはこれはないっすね。はい、頑張れ。次いきます。20連目。はい、5は、これはあるんじゃないですか。金、これはトモさんあるんじゃないですか。おお、何が欲しいの？何が欲しいの？1枚リバウルか、サリナス。リバウルさーんで叫んでる。おー、来た。おー、すごい、20連出てた。やべー、マジ、これはワンピンです、ね、20連で出たよ、すげー。おめでとうございます。ありがとうございます。先月の反動がSSR 一発目がなんとサリナス。ちゃんとサリナス使う予定あるんですか。今技林、スタメンで使います。とりあえずちょっとフォワードに弱いという噂があれですけど、まあ一旦これ、うん、噂というかフォワードにパラメータアップないですからね。だね、やばいっすね。保つはあるの。保つはね、6個かな、あるのは。とりあえず、ああ、じゃあ4突はできるから大丈夫だ。4突した方がいいんだよね。4突しないとパンチキャッチできないからね。マジか。まあパンチしか使わないっていう話であればいいんじゃないですか。いや、キャッチしたいだろう。特技働かないですよ、トーマさんって。まあ本当に論習、ただの論習とか。ああ。山タイプ。どうすんの、あまりにも早く引きすぎて。リバウル行くの。リバウも欲しいんでしょ、だって。いいんだよね。いや、欲張るとあれなんで、じゃあ無償玉。そうだね、無償分だけやってみたらいいんじゃない。あと 60? 60で、うん、無理なく、無理なくやろう、無理なくね。そこまで。いや、めっちゃ良かったじゃん。ああ、ちょっと久しぶり、やばい。鬼引きじゃん。そして画面カクカクなんだけど、これ収録ちゃんと大丈夫なんだろうか。まあカクカクっすね。で、音の方が早いっていうパターンです。音の方が早い、完全に。あ、これまた来た。来た。あ、来た。これで終わらせる。リバウル。1個か。これ、音の方が早いぞ。いやー、ここでリバウルが来たら、最高。来ない。おー、緑のユニフォーム。あー、マーガス。はい、じゃあ次行きます。40連目。ちょっとゆっくりシュッてやってもらった方がいいかもしれないな。じゃあゆっくりいきますよ。
あ、これひらひらだから ありますね。しゅ、あ、ダメだ。いや、まだわかんないです。まだわかんないですね、これは。ナイス。あ、なかった。ダメですね。はい。じゃあ、50連目いきます。あ、リバウル来るか。1、2、3、3、3。3はちょっと、あ、ダメですね。引くのが早いから画面がついてる。これはきついかもしれない。最初のあのボールが出てくるとこまでがなんか重いんですよね。そうなんだよね。なんだろうね。じゃあちょっとゆっくりいきますね。あと30。シュッてするまでゆっくりの方がいいかもしれない。まずこのボタンを押すところが重くて。そう。あ、そうなんだ。そう。とりあえず、あ、チャンス。1は。チャンス1は。1番なんで、行きまーす。シュ。全然ダメ。ダメです。髪引きしたから一気にパワーが弱くなってる感じがね。いやー。じゃあ、あと20連ですね。70連目行きまーす。はい、ガチャブ。ここでなんか重くなるんだ。なんでだろう。もう全然ダメだね。1は。じゃあ、行きまーす。あ、もうやっぱ反動で一気にダメですね。いきなりパワーがなくなっちゃった。無償玉分ラスト。ひどいな。80連して SSR1 枚で終わるのか、もしかしてこれ。あ、その1枚2枚か。あ、2か。あ、ひらひら。ひらひら。あ、さあラスト。これで終わらせる。お、来たんじゃないこれ。あ、オレンジシュワ。あ、これはありますね。リバウル。これでリバウル引いたら神引きでしょう。まだ80連っすもんね。そうだね。全然。来い来い。ダメだ。いやー。ちょっと、深追いは、やめといた方がいいよね。いや、それは自分次第だから。いや、怖いよね。まあ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 、天井じゃ交換できますよ、リバウル。さすがに天井は。ちなみに、一回、リバウルはどこに入るの今のデッキの中だと。今のちょっと、今、デッキを。いや、今のデッキだと、なんとりあえず外さないとダメなんじゃないのもう。いや、やるとしたら、ここをこう下げて、ここに入れる。で、まあ、例えばディフェンダーこう入るとか。で、ここにだったらリバウル半回るよね。あ、そういうこと？そうそうそう。例えばね。コマさんだったらどう？そっちの方がいいの？まあ、リバウルがいるに越したことはないでしょうね。でそう、まあね、今これでやってるんで。まあ、40。ああ、40はきついっすよね、正直。こう、あ、あの、ジムスキが。即海外だからでしょ。サリナスが来たことで、まあ、ジェンティーレ外さなくてもいい気もするけど。まあ、68と69の差はそこまで、まあ、感じないっちゃ感じないっすけど。はい、ここやばいっすよね。まあ、45% ぐらい漏れると、もうちょっと楽なのかなっていう。まあ、リバがいれば45、まあ一気に上がるよね。上がりはするよね。まあ、兄弟が外れるから、一気に絆は上がるんじゃない。で、そう、これ、そうね、これ、これ4パーだっけ、ゴッタさん。ゴッタ4だよ。で、これ、仮にカリウサスを、あ、カリウサス技2本か。そうそうそう。なるほど。リバって4.5?リバは 4.5 で、技2人以上で 4.5。 3パーサリナス含めると、でもしリバ入るとリコッタさん入れたら全部で1ん？ジェンティーレを外せばとりあえず上がるよ、めちゃめちゃ。あー、でもジェンティー外すと、ジェンティーとレビン外した方がいいんじゃないですか。マジっすか。レビン天井。どうだ、レビン、あの、先月天井まで行ったから。レビンとジェンティーレが併用されてるから、やっぱり絆は上がらんよね。そこにシュミット兄弟いるから、やっぱこの3人が重いので、なおかつ、
ね、タイガーボラン、この技の方使ってるんで、今度の力の潜在のタイガーボランがどうなるかわからないけど。ね、いやー、まあ、でもほら、今、交代がほとんどできてないから。うん、まあ、ゴッツァー、ゴッツァーを入れたらいいんじゃないか、とりあえず。それで41でしょ、今。1で、キーパー変えて、41.5 でしょ。とりあえずね、ちょっと育成して入れてみようよ。現在たま片桐さん使ってよ。あすげえ一発でいったじゃん、すごい豆。こういうの豆こういうの豆だからすごい。ちゃんとね、40個ずつぐらいまで常にキープしてあるから、すごい暇だな。とある時かなりちゃんと回ってるの。そう、いや、あれでね、チケットで、トーマさん、あの辺はちゃんと潜在のメダルちゃんと準備してあるんですか？してるわけないじゃないですか。してるわけないじゃないですか。必要になったら集めるだけですよ。すごいな、この全部豆なんだな、カボタさん。ちゃんと用意はしてる。さあ、はめて、さあ、どうなった？ここで 41.5。 おお、ただ上がるんじゃない？普通だからそこにね、リバが入れるとあと1、まあこいつ抜けば 1.5 上がるから43まではいくの、とりあえず43なら、まあまあいいんじゃないですか。よ、ね、とりあえずはね、今もともと40だったんで全然。とりあえずでも、カゴタさん、これで松山から少し、松山でいつもランクも入れられたから。本当にやられてたから、もう、実験の大半松山だった。そんなに松山いました？いますよ。なんかやるたんびに、まあ、だんだん減ってはいますけど、でも、やっぱ半分ぐらいは当たりますね、松山。僕スパスター上がるために昨日やりましたけど、松山ゼロでしたよ本当に。月末最後にスパスターに上がっていくスタイル。全然上がれなくて相当イライラしましたけど。結構試合数やったんですか、トモさん？久しぶり。15試合ぐらいやりましたね。久しぶりに頑張りました。いや、そんぐらいやった。だいぶハードル上がっちゃいましたね。うん、みんなもうブースト、プラチナでもみんなキャラクターブーストしてるでしょ、だって全然余裕で。結構そう、プラチナに落ちると、やっぱりやると、結構、絆もやっぱり45前後って多いですね。うん、なるほど。さあ、じゃあ、ここからは、あとは、このリバウル狙うかは、この後次第ということですかね。じゃあ、ちょっとためながら、こっち、はい、ようにします。今毎日ログインがありますので、毎日ログインで、ね、もらえて、あと何個もらえるの、あと何個、あと3回くらい、あと50個くらいもらえるんじゃない？2回だ、金土日だったから多分あと2回だ、32個。すごいね、ちゃんとそういうのを計算してる。偉い。はい、じゃあ、こんな感じでトーマさん終わっていきましょうか。はい、終わりましょう。はい、カゴタスが無事20連で引けたのでおめでとうございますというところで、今日は終わっていきたいなと思います。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。ちょっと画面がね、カクカクしてて申し訳なかったんですけども、新しいちょっとチャレンジということで、収録してみました。またぜひ何かあったらいろいろ考えてやってみたいなと思います。それではまた。